フォルテピアノに興味を持ったのは、楽譜をしっかり読みたいということなんです。と言いますのは、このフォルテピアノと現代のピアノとではね、その音の出方であるとか、性能であるとか、いろんなことがもうこんなに違うんですね。で、そのベートーベンの楽譜、ベートーベンがなぜここにフォルテと書いたか、ピアノと書いたかとか、スラーをどういうふうに書いたかとか、そういうことも現代の楽器だけを通してそれを見ていると、もしかしたら勘違いしてしまうこともあるのではないかと。物差しになる部分が全く違う物差しを想定して書かれているので、じゃあその時代の物差しであるフォルテピアノで楽譜を見ていった時に、どんなことが読み取れるのかなというのが最初の興味です。シュタインという楽器は、1700年代の終わり頃に、作られました。まず本体は、全て木でできています。今のピアノは、金属製の枠が入っていて、それで弦の張力に対抗しているわけですけれども、あの楽器は鍵盤数も少ない。でさらに音を出る仕組みの弦を打つハンマーですけれども、ここも現代のピアノとは違います。で現代のピアノは羊毛でできたフェルトを使うんですけれども、当時の楽器は歯間などの革を使っています。したがってやはりその現代のフェルトよりも、若干柔らかくも感じられる部分があり、独特の色、音色がそれで聞くことができます。今日1曲目で演奏する9番のソナタなんですが、この出だしが、始まるんです。でこれにスラーがシミドファで一つ、その次レシーで一つで、シードレミっていうところで一つになってます。わざわざ分けてあるのはどうしてなんだろうと思って、この楽器とまた対話してみた時に、ここまで一つ上がって、それからニュアンスを使うと非常に表情が豊かになる。この楽器でっていうのは、ヨドとヨドが上がっているのは、その昔天とか天使を表す音程で上がっていて、その次の6度上がるのは憧れを表す音程になっていて、あ、そっか、最初の2小節は天とか天使を表す音程で、その次に憧れが来て、で最後にというのが、この9番のテーマのに込められた、もしかしたら意味かもしれない、なんというふうに考えが進むんですね。決して私はその現代の楽器でこの楽器の真似をしようとは思っていないんですけど、この楽器に向き合うことによって新たに見えてくるこの楽譜の読み方とニュアンスというものが、もしかしたらベートーベンが考えたことに近づくための一つの道しるべになるかなというふうに思います。忘れてはならないのは、私たちはこう歴史を後ろに振り返っているような気がしますが、このフォルテピアノができた時はチェンバロからフォルテピアノになってるんですね。当時の人にとってはフォルテピアノというのはチェンバロに比べてよく歌って小さい音も出るという表現のそのあり方が画期的に異なるものであったと。その喜びを持って書いているのがこういった作品たちなので、なんかこう小楽器を触って、あ、今の楽器よりこういうところがやっぱりちょっと小さいよねとか、というふうに思わないようにしてますね。いかにその楽器に喜びを作曲家が見出したか、言葉遣いをなんとなく近づけるような気がしますね。話す時のイントネーションだったり、
フレーズ、句読点をどこで打つかとか、どんな口調で考えていたのかということ。悲壮ソナタの頭のここにフォルテピアノという表示がありまして、フォルテピアノというのはボンって一つの音の中でもフォルテでピアノにするというのが、現代の楽器だとこう音がバーッと出てしまうからこれ難しくてできませんねという話になって、昔の楽器は音が早く消えるからやりやすかったんですねというのはよく言われる話なんですが、でもそれだけではなくて、ここフォルテピアノ書いてありますよ。その後スポルツァンドっていうところがあるんですね。これフォルテピアノ、これスポルツァンド、このたった3小節の間にフォルテピアノとスポルツァンドがあって、じゃあフォルテピアノとスポルツァンドは何が違うかというと、基本的に現代の楽器弾くときにはフォルテピアノというのは割とズーンと入れて弱くする、あんまりシャープじゃないんですね。でスポルツァンドというのはツンとこうシャープな感じと思います。というのは、基本的にタッチがありましたらタッチの入るところのスピード感の違いをとても意識するんですが、ああと思ったことがありまして、この楽器でそのタッチの入りの強さあんまりズンもツンも変わらないんですよね。とするとじゃあこのニュアンス一体何なんでしょうと思った時に、フォルテピアノというのはもしかしたらザンって入った後のピアノが歌うダーンタタタっていう、あ、音が出た後に歌ってくださいって、弱く歌ってくださいというのがフォルテピアノで、スポルツァンドは出した後にこう歌わない、タンタッとそのままのものが、あ、スポルツァンドなので、タッチの出方も違うのかなというようなことを感じたりします。じゃあ高音を本人が弾かれるときに、やはりご本人が古楽器を弾かれて、やはりこの全体のレンジが、その小さいところはどこまでも小さく弾けるんですけれど、大きいところのレンジが狭いもんですから、古いやはりどうしてもその狭い中でのニュアンスをつけるために、すごく小さい音を大事にされ、もう以前よりもされるようになったんじゃないかなというふうに思います。やっぱり弱音ですかね。モダン楽器でもやっぱりすごく小さい弱音をもっと大事にしないといけないな。で、その弱音を弾いた時の調整っていうのをフォルテシモを弾いた時と同じように、やはりもう少し丁寧にやらなければいけないなっていうふうに、個人的にはそういうふうにちょっと感じましたですね。現代の楽器がパワーを求めて大きな音、長く歌う音を求めてきたがゆえに、失われてきた成分というか、こう指の感覚で変わる微妙な繊細なニュアンスとか、もしかしたらベートーベンとかもモーツァルトもその繊細さすごく大事にしてたかもしれないなと思います。細かな表現の語法ですねは変わってきてると思います。その現代の楽器だけで感じていた、なんて言いますかね、なんとなくベートーベンこうだったのかなというところが、なんとなくではなくて、だからこのスラーはこうだから、私はそれにこういう意味付けをして弾きたいとか、こういう音色で弾きたいとか、このスタッカートはこういうふうに扱いたいということが、自分自身の中では何というか確固たるものができてきて、で、まあでもそれを繰り返して繰り返していくのが面白い。
表情であるとか音の感覚というものを大切に持ってたと思います。あのエネルギーって外に表出するばかりがエネルギーではなくて、こう溜めているエネルギー、表には出ないけれどもというような、あのそういった部分での内的なベートーベンの在り方というものを今日のプログラムは聞くことができるようなプログラムだったと思います。Thank you.
Thank you.